私はこれまで9曲のアニメの主題歌を担当させていただいてるんですけど、オープニングもエンディングもバラード系だったりとかミドルテンポの曲が多いので、いつか激しめのアニソンを歌ってみたいなとずっと思ってたので、今回キックバックを選びました。はい、実はこのキックバックを初めて聞いた時にアニソンだっていうことは知らなくて、後からチェーンソーマンのオープニングだったっていうことを知ったんですけど、なんか米津さんの歌声もアレンジもすごい歪みのテクニックが多用されてて、私もこんだけ歪ませた曲作ってみたいなっていうふうに思いました。はい、4443で外れる炭酸水っていう歌詞と4が合わさって幸せになりたいっていうの歌詞の遊び、言葉遊びに気づいた時は、おおすごいって思いました。だからそういうところも歌っていて楽しいなって思いました。はい、あでもすごくしっくりきました。私が担当してるアニソンは結構バラードが多いんですけど、普段の自分のライブでは結構激しめのロックが多いので、キックバックも激しい曲なのですごくやっぱ好きだなと思いながら歌ってました。そうですね、楽曲の世界観を壊さないようにするけど、自分がカバーする意味もちゃんと出したいっていう、そこのなんか塩梅というかギリギリを攻めました。はい、皆さん見ていただきありがとうございます。私はアニメの主題歌をたくさん担当させていただいているので、私のチャンネルの方にもミュージックビデオいくつかあるので、ぜひぜひ覗きに来てほしいなと思います。気になった方はぜひライブにも遊びに来てください。ありがとうございました。バイバイ。